今日からこの学校の教職員として着任した。最大に達也です。よろしく。じゃあね、早速出席を取ります。青木啓太君。はい。はい、よろしく。小町沙羅さん。はい。あれから気づけば時は流れて、ああ今は何もなかったかのように、よそ行きの顔で優しく微笑みかけた。出会いは青臭いガキ同士、今でも思い出す毎年、愛だの恋だのなんてまだまだわからない遊び盛り。あの頃の絵と言ったらリミッターがまるでないから、おそらく相当心配かけた。だけど楽しみいっぱいあげた。授業に出まして二人して駆け出して注目の的、校舎の裏春うらら、後輩の間じゃ噂、ワンランク上の大人目指して互いの理想夢話して、指切りして卒業の日、ならば青春よ。あれから気づけば時は流れて、ああ今は何もなかったかのように、君は見慣れないよそ行きの顔で優しく微笑みかけた。My teenage love。幾度となく大喧嘩して、多忙な日々社会の荒波、現実は過酷所詮まだ多く、すれ違い時の張り合い、慣れ合いのまま分かり合えない、離れ離れ二つの心、甘えをやめ旅立つところ、会わなくなってもその勇姿が風の噂で耳に入れば、それ糧にして俺もいつかは向かうすんだって、でかいステージに君をゲストに、この歌を捧げてやろうとかって臭いこと考えたり、あれから気づけば時は流れて、ああ今は何もなかったかのように、君は見慣れないよそ行きの顔で優しく微笑みかけた。 Yeah yeah yeah、始末の都会、人が半端ない、ここは繁華街、さっそうと歩く君を見かけた、また一段と磨きをかけた、制服姿の君はもういない、未来に据えた大人の女、声はかけられない、今の俺じゃ。あれから気づけば時は流れて、